ジョージア州のロビンス空軍基地でテスト中の F100 回100はアメリカ合衆国のプラットホイットニーが開発した航空機用アフターバーナー付きターボファンエンジンである回 -15 戦闘機と回 -16 戦闘機に搭載されている。1967年アメリカ海軍とアメリカ空軍は当時開発中の F-14 と回 -15 用のエンジン提案を共同で 要求した。この共同計画は、アドバンストタービンエンジンガスジェネレーターと呼ばれ、水力の増大と軽量化によって、水力重量比給を達成することが目標だった。1970年、プラットホイットニーが、空軍向けの F100PW-100 と、海軍向けの f 4 0 1 p w 4 0 0の開発を、アメリカ空軍と契約した。後に、海軍は、 要求をキャンセルし、イマナス -14 には、イマス -111 の TF30 が搭載される、ことになった。バージニア国宇宙センターで展示中の F100PW-1001972 年に、回100 100PW-100 を搭載したイマナス -15 が初飛行を行ったが、初期から多数の問題が発生して、イマナス -15 の導入遅延の一因となった。特に、 アフターバーナーに起因する、スタグネーションストールの問題は重大であった。固定式の空気取り入れ口を採用した回マイナス16での発生頻度は低く、複雑な衝撃波制御を行う、可動式空気取り入れ口を採用した回マイナス15との組み合わせに起因する問題だと考えられた。スタグネーションストールとは、リヒート時の点火ショックが、バイパスダクトを伝播して、コンプレッサーを失速させ、 スロットルを操作しても回転数が変化せずにファンタービン入り口温度が上昇する現象である。一旦エンジンを停止し、規定温度内に下がったところで再転化する必要がある。コアモジュールの加熱から火災に至ることもある。ため迅速な再始動を要するが、この操作はエンジン停止による水力の消滅と相まって戦闘機にとっては致命的な弱点となる。高高度。 かつ、低体気速度、アイドルに近い低回転数での飛行中に、パイロットの操作による急なアフターバーナー点火が行われると、点火時の圧力波が、バイパスダクトからファンにまで伝播し、コンプレッサーを失速させることにより発生する。対策として、コア流とバイパス流を分岐させる、スプリッタベーンを前方に延長する一方、該当条件下でのスロットル操作に、見る位置で一旦止めて、 燃焼の安定を図ってからリヒートさせるという運用上の対策もなされた。エンジンコントロールユニットの制御速の変更、または追加が行われた可能性もあるが、このような改善は常に行われており、対策と言えるような変更であったかどうかは、はっきりしない。対策後、現在に至るまでにスタグネーションストールの発生は、報告されておらず、航空自衛隊における、 墜落事故で一時は、その発生が疑われたものの、別の原因によるものと、明らかになった。スタグネーションストールはごく初期に発生した問題であり、特に神経質なエンジンであるとも言われていない。推力は 23,930LBF。日本では、石川島リマ重工業でのライセンス生産が、行われており、回 -15J、DJ に搭載されている。 カイマス -16 は海 100PW-100 とほぼ同じ仕様の海 100PW-200 を搭載して収益した。その後カイマナス -16 の増備に伴い運航リスクの削減を目指す空軍は1984年にエンジンを二重ソース化するオルターナティブファイターエンジン計画を開始し競争に勝ち抜いたエンジンを契約することになった。ス十六 c D ブロック30、32は、K100 と GE の F110 のどちらでも、搭載可能な共通のエンジンベイを採用した、最初の機体であった、K-15J に装着された、K100A1I-200A20EF100、PW-220、e、220E には、精度管理やデジタル電子エンジン制御による高い、整備性、耐久性の向上、 信頼性の高い夜勤技術、熱伝導性など、利用可能な最先端の技術が取り入れられ、アメリカ空軍史上最も高い安全性と任務達成率を確立した。このモデルは1986年から導入され、ス -15 とス -16 の両方に搭載することが可能である。本エンジンはノズルが可変する際に独特の音を立てる。水力は、 ドライで 64.9KN、最大 105.7KN、海 100IHI-100 と同じく日本では石川島ハリマ重工業がライセンス生産している。2017年12月18日には米国国内の業者の撤退等によりアメリカでの供給不足から日本でライセンス生産をしたプレートなど4点の部品のライセンス元への移転を 国家安全保障会議で決定した。海 100PW-220U は解、海 -100PW-220E の派生型で、X、X-47B に搭載される、71.2KN の推力を有する。海 100PW-229 は、220E をもとにファデックの搭載、ファンと圧縮機段の改善、構成部品の寿命延長などにより、 メンテナンスが簡素化されている229は1989年に飛行し、ドライで 17,800LBF、最大 29,160LBF の水力を有する。海1 0 0 p w 2 2 9 a には、海2 2用の F119 や、海3 5用の F135 の開発によって得られた技術が投入されており、 最新素材のタービンが組み込まれ、温度管理技術やコンプレッサーの空力設計、電子制御などが新しくなっている。なお、229A は元の寸法を維持するため、アフターバーナー部が229と比べ若干短くなっている。水力 29,100LBF、海 100PW-229EEP は、 リアルタイム監視システムの装備、デジタル電子エンジン制御システムをアップグレード等により、従来の4300メンテナンスサイクルから6000メンテナンスサイクルに改善され、メンテナンス費用の削減が図られている。229は、主に回マイナス -15E と、その派生型に搭載されている。なお、マイナス -229K の内回マイナス -15。 アクティブに搭載されたものには3次元、水力変更のツールが搭載されている。海 100PW-229 の、さらなる水力強化型。今のところ量産されていない。水力は 32500LBF とされている。XFV-12 用の F401、エンジン海401は、海 -14B に搭載されるため開発された、形式で、海100と、 同じく JTK20 を元に設計されている。K100 との違いは、ファンとアフターバーナー部が F100 より小さいこととファンの後方に余分な圧縮機段を持っていること、防止用対策などが施されていることが挙げられる。本機を搭載しての最初の飛行は1973年9月9日に行われた。しかし、開発中に技術的な不具合にあったこと、 海401エンジンを搭載した海 -14 のテスト結果が満足のいくものでなかったことによる開発延滞でコストがかさみ、加えて搭載機の F-14 自体の機体価格の高さから生産そのものを問題視され、これ以上の予算獲得は困難となったため海401の開発計画は中止された。海 -15 に搭載された海100、ありがとうございます。